私はあの西脇さんがオーケストラを作った時からの応援団長を、自ら買って出ております大原哲夫です。大原さんは あれですね、随分このオケをずっと眺め続けてらっしゃいますよね。そうですね、あのもう5、6年もっと前かな、西脇さんが、自分でオーケストラを作って指揮をするんだというふうな話を聞いた時から、それはやるべきだということで応援団長を買って出てですね、CD をもう5枚すごいです、ね、出してるんですけどね、その度にあの彼の指揮ぶりを撮影をして、そしてあの CD のライナーノートを書かせてもらって、だからだん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 良くなってきて、もうあのこれままでですね CD だけ聴いてるのでもったいないと、でみんなで、まあ、あの一般公開していよいよ指揮者西脇デビューというのをやろうじゃないかということでですね、いよいよ今回デビュー演奏会というふうになりました。ああそうですか。いやでも彼 あの新しい生き方にはやっぱり非常に大事な部分を秘めてるんですよね。そうですね、あの西脇さんほどですね、あの、まあ、レコーディングディレクターとして今までオーケストラあるいは指揮者のですね演奏を生 で自分で、まあ、あの CD を作りながら聞いてた人はあんまりいないだろうと思うんですよね。そういう人があの自らあの響きを求めてね、あの指揮者で指揮をするということはですね、ものすごく興味がありますしね、はい、あの誰もできなかったことでですね、まあ、世界的に見ても西脇みたいな人はねいない、世界でただ一人で。そうですね、非常にユニークですね、だからまあ彼の演奏はですね一般のまあ指揮者のための勉強をして指揮者になった人と、レコーディングディレクター、つまりあの出版社にいて編集者が物書きになるようなものだから、これは絶対に面白いものができる、素晴らしいものができるという予感をしますね。